子供の時からドラゴンボールとかワンピースとか、ナルトとかっていう少年の王道な物語がとても好きで、いつか自分もそういうものをアニメにしたいっていうのがずっとあって、2015年の夏にラディアンの日本語版の第1巻が出た時にたまたま書店で目にして、表紙のイラストに惹かれてラディアンを手に取りました。ただ最初はそのフランス人の方が描いたっていうことは全く気づかず、日本の漫画だと思って手に取ったんですけども、実はそれがフランスの作品であるということを知って、驚きと同時に中身もすごく日本の漫画と同じように熱いところは熱く、笑えるところは笑えて、泣けるところは泣けるっていうので、その作品の持つ魅力というのがフランス人が描いたということは関係なく素晴らしいなと思って、アニメにしたいと思いました。そうですね、そうですね、まずそのトニーの絵柄については、どれをちょっと採用するかっていうのは、まあいろいろとトニー側ともちょっと話しました。ご自身でもやっぱり一度勢いと、ノリっていうとちょっとあれですけど、まあ筆の乗るまま感情を乗せてちゃんと描くっていうのはやっぱり絵にとって僕は大事かなと思ってはいるんですよ。ただアニメの設定に関しては、いわゆる一人で描くのではなくて複数、まあ多く言ってしまうと100人以上の人が関わって描いてしまうものなので、ある一定のものに落とし込もうとは思ってます。ただここから先はあれなんですけども、原画っていう段階が入るんですね、設定の後に。まあ、絵を一枚一枚描いていく際になるんですけど、その際にはキャラクターデザインの子にもそうなんですけど、トニーの絵柄をちゃんと尊重しながらであれば、筆が乗った感じでちょっと感情とかそういうのを乗せても大丈夫だよと、むしろそういうのが勢いがあっていいからっていうのは話をしました。で、僕も藤田さんと一緒で、アニメゲーム漫画とか大好きだった子供時代のものを、やっぱり演出家としてラディアンだけじゃないんですけども、作る際にやっぱりすごい反映して作ってます。で、その際に今回ちょっと付け足した話というか、ラディアンの目ある、本編にないお話については、なんて言うんでしょうね、いろいろちょっと原作を扱う上で一番ちょっと怖い部分ではあるんですけど、ちゃんとこうトニーと相談しながら、こういう話やってみたいんですけどどうって言いながら、自分のやっぱりその好きだった子供時代とか、こういうものをワクワクドキドキするものをやっぱり入れ込んで作りたいなと思ったんで、そこをトニーに相談して、了承を得ながら作っていきました。番組制作の中身、クリエイティブな面に関しては、実はそのアンカマさんからのリクエストというのはなく、そのトニーと直接シナリオであったりとか設定であったりのやり取りというのはさせていただいてます。ただ、それを勝手にやるんではなくて、アンカマさんの、メールするときにアンカマさんをメールの CC に入れたりとか、必要なものはご報告をしながらという形ですね。なので今回はトニーと、原作者であるトニーと弊社がダイレクトにやり取りさせていただいて、クリエイティブな面に関しては相談をさせていただけているので、制作にとって非常に、なんでしょうね、原作者の魂とか哲学を直接聞けるので、非常にありがたいなと。そしてそういう環境を許してくれているアンカマさんにも非常に感謝をしています。そうですね、そういう海外を意識した流れっていうのは日本の中でも増えてきているとは思います。ただそれが一気にまだみんなとにかく海外だ、世界で戦おうという風ではないですね。今回のラディアンに関しては、日本の子どもたちはもちろんなんですけど、フランスが原作の作品ですので、当然フランスの子どもたちであったりとか世界の子どもたちに楽しんでほしいというのは最初から強く意識をしてます。それはプロデューサーの私だけではなく、福岡さんも含めて現場のスタッフキャスト一同、今回は日本だけではなく世界の、子どもたち、アニメファンに届くような作品にしたいというのを、相当意識して作っています。そうですね、企画を作るっていうところでは、まだちょっと僕の方は今ラディアにかかりっきりなんで、他の仕事とかを全然聞いてない状態なんでわからないんですけども、
いろんななんか面白い作品が世界中の人が手を取り合って作れるっていうのは面白いなって、まあ、もちろん日本とフランスがねまず架け橋になって他の国々とかも一緒に作りながら一つのものを、まあ、一つのものだけじゃなくていろんななんか作品アニメだけじゃなくてゲームとかもですけども作れるようになるとやっぱり相互になんかこう影響し合ってより今まで一人や一つの国ではできなかったものをなんか超えて何かを作れるんじゃないかなっていうそういうちょっと未来というか、まあ、夢みたいな感じもあるんですけどもちょっと思ってる部分もあるすいませんちょっとうまくまとまらなくて そうですね、まあ、ラディアンに限らずですけれどもあのアニメを制作するとき必ずその海外配信っていうのはものすごく今日本のアニメ市場では大きなウェイトを占めてますので、まあ、ちょっと放送配信どちらかという言い方にはならないんですけれどもあの海外の、ライセンシーさんからあの配信業者さんから、ラディアンをという話は ありがたいことにたくさんいただいております。もうちょっと時間があれば発表できるとは思うんですけれども世界中の皆さんに楽しんでいただけるように今一生懸命準備を進めているところですので、楽しみに待っていていただければと思います。